帰りなさい。なんだ。お帰りなさい、総一さん。お疲れ様です。あ、上着お預かりしますね。な、ハンガーにかけておきますね。ナナミ、別にそこまですることは。えっ、今のはなんだ？って、お前の手か。ごめんなさい。髪の毛、引っ張っちゃいました。そうじゃなくて。手だな。洗い物でもしてたのか？って濡れてもないし、そんなわけないか。冷たいですか？でも総一さんの手はすごく温かいですよ。当たり前だ。手を握り合って片方が冷たいと感じていれば、もう片方は温かいと感じているものなんだ。そうなんですか。でもちょっとこれは冷たすぎると思う。血圧が低いのかもしれないな。明日ジジイにでも相談するように。はい。そうだ、ジジイといえばうまくいったのか？総会ではすぐに管理人に選出されただろうが、福原夫妻にはちゃんと面倒を見てもらってるのか？ちゃんと食べさせてもらってるんだろうな。ああ、つまりスパイ活動の一環として計画通りやれたかって意味だが。はい、大丈夫です。細かいところまで全部総一さんの言った通りになってびっくりしました。じゃあ会議終了間際にジジイがお前を引っさらって抜け駆けして、ブチ切れた会員が暴動を起こしたりしたわけか。はい、ちょっと怖かったです。じいさんもおばあさんもとてもいい人で、ご飯も初めて食べるものばかりで、すごくいっぱい種類があって、温かくて美味しくて、それから、そうです、晩ご飯の後で焼きたての大きなプリンをいただきました。おばあさんがオーブンから持ってきたのをおじいさんが切り分けてくださったんですけど、プリンっていうのにまるでケーキみたいで、果物がいっぱい入っているんです。ん？真っ白なお砂糖を振りかけて生クリームと一緒にいただくんですけど、とても甘くて美味しかったです。正しくはプリンっていう長い名前があって、でもすごく難しい外国の言葉で覚えられなかったです。ご苦労様。だいたいどんな様子かは分かった。他に変わったことがなかったのならもう報告しないでいいぞ。あの、総一さん。なんだ。私、どうしても
おじいさんが悪い人には見えないんですけど、やっぱりこれってスパイには向いてないってことですか？ちゃんとお仕事できなかったのかな。まあその活動を続けていくことで無実を証明するのも、奴が超極悪人の大物スパイじゃなくてただのいけすかないジジイだって証明するのも立派なスパイの仕事だからな。じゃあ自分の直感を信じて以後励むように。はい、頑張ります。わかったらとっとと寝ろ。年寄りは朝が早いからな。はい。でも総一さんは？俺はこれから夜遅くまで仕事だ。別に忙しいってわけじゃなくて、そういう生活習慣なだけだけどな。だから間違っても朝早くに叩き起こすんじゃないぞ。誰かが迎えに来たら勝手に行ってくれ。はい。でもなんだ、まだ何かあるのか？今夜はもう大丈夫なのかなって思ったから。夜、総一さんすごく具合悪そうだったから、倒れてしばらくうなされていたから、私何かできることないですか？私でよかったらずっとそばにいますから。昨日は心配かけて悪かったな。もう大丈夫。自分でもよくわからないけど、多分話したいことを話したせいかな。すごく落ち着いた気分なんだ。諦めがついたというか、どこか吹っ切れたというか。だからいきなりぶっ倒れてうなされるなんてことはもうないから安心してくれ。本当ですか？ああ、所詮泣こうがわめこうが一人でやっていくしかないんだ。そうするしかないんだってよく分かったからさ。だからもう枕元で手を握ってもらわなくてもちゃんと眠れると思う。心配しなくてももう平気だ。はい。あ、どうして昨夜のこと分かっちゃったんですか？なんとなくかな。枕元に少しぬくもりが残ってたし、それにガキの頃もぐっすり眠れた夜は大抵そうだったんだ。まあそんな昔の話はともかく、昨日は本当にすごく助かったよ。だけど今日からは自分の寝室でちゃんと寝ろよ。風邪なんかひいたら明日の仕事に差し支えるからな。隣の寝室で眠りますね。何かあったら遠慮しないで起こしてくださいね。ああ、わかったよ。おやすみ。おやすみなさい。ハーバーサンプルと称した粉末は当時の私にとっては確かに笑い話にしかならないような子供騙しの代物だった。だがにやつきながらその計画書に目を通した時、私は今まで浮かべていた薄ら笑いが瞬く間に凍りついていくのを感じていた。それほどまで予想に反して計画書自体は至極真っ当で、そして
旋律を覚えるような内容だったからだ。ハーバーサンプルなどといううさんくさい名称の使用はタイトルだけにとどまり、本文中では一切登場せず、代わってそこに記されていたのは大規模な海洋探査プロジェクトの雛形だった。深層海洋調査船メテオール号を中心とした複数の海底掘削船による環太平洋圏の大陸棚および深海の資源探査および各種調査が、このプロジェクトの趣旨として最初に掲げられ、続いて具体的な目標が列挙されていた。その中のいくつかを挙げただけでも、海洋地殻上層部の石油、天然ガス、鉱物といった天然資源の精密な探査、環太平洋圏資源マップの完成、地殻深部に存在すると予想される高熱高圧性微生物による地下生命圏の探査およびその生態系の解明、最深部海底直下8000メートルを超える掘削によるマントルプレートへの到達とマントルコアの回収と、どれを取ってみてもあまりにも壮大すぎてどこまでできるものか疑わしかったが、私の興味を引くには十分すぎる内容だった。それに米国の科学財団と数社の企業の講演がすでに確約されており、予算的な面に限れば確かに実現可能だったのだ。だが最終的に私がこの仕事を引き受けることにしたのは、プロジェクトの成否を考慮したからではなく、計画書の中のメテオール号に関する記述を読んだせいだった。このプロジェクトのために設計され、すでに完成していたメテオール号は、当時の最先端技術の結晶だった。男性波を解析するスーパーコンピューターを装備し、当時最高峰の三次元探査能力を備えたこの海洋調査船は、同時に最新鋭のライザーシステムを搭載した海底掘削船だった。そして私を驚愕させたのがまさにこのライザーシステムだった。簡単に説明しておくと、ライザーシステムとはライザー管を用いた一連の掘削システムを指す。ここでいうライザー管とは、実際に掘削を行ってコアを採取する掘削管を坑内の土砂から保護するために使用されるパイプのことだ。ライザー管によって掘削管は船から海洋地殻下に至るまですっぽりと覆われ、この二重管構造の中を泥水と呼ばれる特殊な液体が循環することになる。この泥水によって掘削の際に生じる土砂は即座に船上へと運び去られ、掘削管は土砂を気にせず掘削を続けることが可能になり、さらなる深度への掘削が実現するのだ。メテオール号が非凡だったのは、搭載したライザーシステムによる掘削可能深度が8000メートル以上に及ぶことだった。理論値ならば当時でも珍しくなかったのだが、それが実行値として海洋近くで実現可能な数値として記載されていると気づいた時の衝撃は今でも忘れられない。それは当時の水準も優に20年は先取りする技術だったからだ。確かに当時でも不可能ではなかったろうが、このオーバーテクノロジーを成し遂げる際にかかったであろう天文学的な費用を思うと鳥肌が立った。そう、マントルプレート到達すら可能な掘削船を建造する。並々ならぬ、そしてどこか異常な熱意。私はそれにすっかり魅せられ、自ら望んで全面的な協力を申し出てしまったのだ。当時の私はメテオール号という名がかつてのハーバーの調査航海に由来することなど知らなかったが、この時からすでに私はハーバーサンプルという過去の亡霊に取り憑かれていたのだろう。クライアントからプロジェクトの責任者に任命され、
ほとんどの調査を実際に指揮することになっていたのはロシア系アメリカ人の地質学者夫妻だった。彼らのことを思い出すと今でも心が痛むが、とてもよくできた連中だったということを彼らの名誉のために書き残しておく。船内スタッフに対しては分け隔てなく、アメリカ人特有の陽気さで接して士気を鼓舞し、データ収集においては厳格なロシア人気質を発揮して正確なデータを得るまでは決して諦めようとはしなかった。まさにこのプロジェクトにうってつけの人材だった。仕事を引き受けた私は彼らとクライアント側の代理人、そして主要な研究スタッフを交えて実現可能なプランを策定することになった。決められた期限の中で最大限の成果を上げられるように探査計画に優先順位をつけ、掘削ポイントを絞り、無駄をできるだけ省く。私がまず最初に手をつけなければならない仕事だった。長期間にわたって詳細に調査を行いたい研究者側と目に見える成果を即座に欲するクライアント側とのせめぎ合いはどこでも激しいもので、ここでも例外ではなかった。だが勝者に席を置く身であるとともに、一研究者でもある私にとっては双方に歩み寄らせ、満足のいく妥協点でまとめ上げて確固たるプランを作り上げるのは最も得意とするところだった。プランを着実にまとめ上げていくのと並行して、できるだけ多くのライザー掘削船を確保するのも私の仕事だった。当然メテオル号は一隻しかなく、広域にわたる膨大な調査をこれだけでこなすのは不可能で、外部からどれだけの掘削船を集められるかがこのプロジェクトの規模を決定することになっていたからだ。プロジェクトの規模拡大はクライアントの意思にも沿い、探査活動の幅が広がる研究者にとっても歓迎すべき事態なので、双方のために私は奔走した。幸いにもマントルプレートの探査さえ考慮しなければ、今回の調査に耐えうる性能を持ったライザー掘削船は当時でも世界に数十隻存在しており、私はアメリカ、イギリス、ロシア、日本の海洋研究機関から借り受け、さらに欧米の国際石油資本からも可能な限り借り受けることで十分な数を確保することができた。むしろ船が増えるにつれて乗船するスタッフの方が不足し、優秀な人材を集めるのに苦労したほどだ。こうして双方に満足のいく形でプランが固まると同時にプロジェクトは始動した。彼の人生について語る前に私自身について語っておこう。20年ほど昔、私がまだエージェントではなく一介の研究者だった頃の話だ。地球科学を専攻し、資源開発に関するいくつかの論文で博士の学位を取得した私は、それを機に所属していた大学の研究機関を去って、かねてから誘われていた旧財閥系の総合商社に勤めることにした。そこで得た私のポストを適切な言葉で説明するのは難しいが、いわゆるコンサルタントエンジニア、誤解を承知で言うならかつては鉱山技師と呼ばれていたものであったと思う。
仕事内容は商社が請け負った発展途上国の地下資源開発について専門家の観点から助言を与え最新の科学技術で支援するというものだった。実際に私が携わった仕事は鉱脈や油脈の探査、埋蔵量の把握、採掘、精錬効率の向上、採算分岐点の策定と経営のコンサルティング、環境アセスメントに基づいた廃棄物処理サイクルの確立と挙げていけばキリがないが、つまり委託されれば何でもやったということだ。もちろん私が属していた商社という性質上、現場で資源開発を行ったのは我が社が仲介した多数の企業であり、私が主に関わったのはプランニングの段階だけだったのだが、それは私自身にとっては願ってもない仕事だった。なぜならそれは研究室で確立した私の理論が決して机上の空論でなく実用に値することを証明する絶好の機会であり、実に楽しいものだったからだ。そうして仕事が着々と成果を上げて数年経った頃、私は一つの奇妙な仕事を請け負うことになる。ハーバーサンプル採掘について、そのように目を打たれた計画書と小さな寄木細工の小箱を最初に提示された時、私は思わず失笑したものだ。純白のレポート用紙に堂々と綴られていたそれは時代錯誤も甚だし、何かの冗談としか思えないような馬鹿げたテーマだったからだが、ひとしきり笑ってはみたものの、持ち前の好奇心とちょっとした気まぐれから結局私はその計画書に目を通してしまった。そしてこの瞬間から私の人生は大きく狂い始めた。どうしてあの時そのまま笑い飛ばしてクズカゴに捨ててしまわなかったのか、今になって思えば悔やんでも悔やみきれない。だがいくら繰り言を言ったところで、商社時代の私は典型的なワーカホリックに過ぎず、この世界に満ち溢れる悪意の存在や我が身に迫りくる危険について全く無防備だった。自虐的に言うなら、当時の私は多少の経験は積んだものの、中身は相変わらず昔のまま、研究室で純粋培養された世間知らずの学者先生に過ぎなかったのだ。結果的にこの計画書によって私は人生における失敗の多くはやり直しが効かないということを嫌ほど思い知らされ、新しい自分を、したたかで抜け目のないエージェントとしての自分を手に入れることになるのだが、その授業料はとても高くついた。さて、私が失笑したハーバーサンプルについて説明し、ことの顛末を語る前に、彼、フリッツ・ハーバーについて語らねばならないだろう。最初に断っておくが、私は彼の生涯について当初から知っていたというわけではなかった。ハーバーサンプルに関わり始めた頃、私が彼に関して知っていたのは、科学分野での業績、それも断片的なものに過ぎなかった。だが彼について詳しく知り、そして弱いを重ねるにつれ、彼の存在は私の中で大きな位置を占めるようになり、最終的には私にある行動を促す原因となったのだ。もちろんこれから彼について語ることが私の取った行動を全て説明することにはならないとは承知している。理科畑の私が言うべき言葉ではないのかもしれないが、人の心とは結局非論理的で不可解なものであり、私もその例に漏れないからだ。ただここに書き留めておくことで、私が彼という人間をどのように捉えていたかを書き記すことで、少なくとも説明の一端となることを願っている。私の目に映った彼の姿とは常に私自身の心境を映し出す鏡として存在していたのだと、そう思うからだ。
報われぬ愛国者フリッツ・ハーバーに捧ぐ。ドイツ国民であり優れた科学者だったフリッツ・ハーバーについて語ろう。彼の生きた20世紀初頭、ヨーロッパは産業革命の波及がもたらした人口爆発によって深刻な食糧難の時代を迎えようとしていた。来たるべき飢餓の時代を憂いた彼は、その脅威から祖国ドイツを救うため、自身の科学者としての才覚を一つの研究テーマに捧げた。空中窒素固定法、それが暗黒の時代を照らす一条の光明の名だった。大気中に含まれる窒素を窒素化合物として取り出す。空中窒素固定法という言葉にはたったそれだけの意味しかなかったが、そこには多くの科学者たちの願いが込められていた。大気中から取り出した窒素化合物を化学肥料として利用するのだ。空気から取り出される無尽蔵の肥料は地味の衰えた高地に再び活力を与え、旧高地を目覚めさせ、荒れ地すら緑の翼屋に変貌させるだろう。科学の力がもたらす豊穣の大地、神ならぬ人の英知が具現する約束の地、それが空中窒素固定法が見せた夢、科学者のみが見ることを許された夢。そして実用化が困難だからこそ、ますますまばゆい光を放って輝く夢だった。やがて夢は幾多の科学者たちの努力によって実現への道をたどり、ついにはハーバーの手によって最も華々しい成果を上げたのだった。彼によって発明されたハーバー法は、当時最も優れた空中窒素固定法であっただけでなく、現代の科学工業の礎とでも言うべき革新的な技術だった。フリッツ・ハーバーという名は偉大な発明を成し遂げ、化学肥料の安定供給によって食料危機を克服し、祖国の産業を振興させた人物として記録されるべきだったのだ。だが彼の技術を応用した大規模な化学肥料工場が完成し、操業を開始して間もない頃、第一次世界大戦が勃発したのだった。戦争は農業よりもさらに貪欲に窒素を欲した。窒素化合物の一つ硝酸は火薬の原料だったからだ。このまま戦争が続けば、国内の窒素化合物はいずれ枯渇する。それは弾薬を使い果たした軍がいずれ戦線を維持できなくなることを。やがて農業生産が激減し、国民が飢えに苦しむこと、そして最終的な祖国の敗北を意味していた。このことを予見したハーバーら科学者の取った行動は迅速だった。軍部にこの危機を警告し、空中窒素固定法による自給体制を確立することでこの難局を乗り切ろうとしたのだ。彼らの指示に従って国内の窒素固定工場は直ちに拡張され、あるいは新設されて窒素化合物を増産した。そして例のハーバー法を用いた最新の肥料工場は軍事用の硝酸製造工場として創業し、実に国内生産の半分を賄うようになっていった。まさに民生技術がたやすく軍事に転用される好例だった。ここに至ってハーバーの技術は、空気から莫大な量の火薬を取り出し戦争を遂行するための手段と化したのだった。ハーバーの愛国心はそれだけにとどまらなかった。祖国の勝利を信じ、戦争の早期終結を、無数の人命を救うことを願っていた彼は、あえて国際条約に違反し毒ガスの使用を決意したのだ。自身も科学者であった妻はこれに強く反対したが、彼の意思を覆せないことが分かると自殺した。妻の死をとした生死も彼の考えを変えることはできなかった。軍部から毒ガス戦の総指揮者として任命された彼は、科学者たちによる特殊部隊を編成すると前線に投入した。科学者たちの指示の下で散布された毒ガスは敵に甚大な被害を与え、味方に華々しい戦果をもたらした。
ハーバーの研究所では実戦に参加した科学者たちの協力によってさらに強力な毒ガス兵器が次々と開発され、ますます多くの敵を殺傷することを可能にしていった。だが同時にそれは敵の毒ガスによる報復を招き、前線では凄惨な毒ガス戦が展開され、数十万もの死傷者を生み出すことになった。やがてハーバーの努力も虚しく、戦況は徐々に悪化し、劣勢を挽回できないまま前線の崩壊によってドイツは敗北した。結局ハーバーは祖国の戦争遂行を支え続けたが、それは当初の彼の願いとは裏腹に戦争をいたずらに長引かせ、多くの犠牲者を生む結果となっただけだった。敗戦のショックはハーバーの心身を著しく損ない、この時失った精神的安寧や健康を彼は生涯取り戻すことはなかった。それでも彼は戦争で疲弊した祖国の復興のため、かつての科学王国の再建のため精力的に働いた。植民地を失い領土を割譲され、莫大な賠償金が課せられた祖国は長引く不況にあえぎ、国民は混乱から抜け出せないでいた。中でも彼らの上に重くのしかかり、その精神を絶望へと導いたのは賠償金だった。黄金に換算して47,000トン、当時の国家予算の数十年分に相当し、返すことなど不可能な額だった。ハーバーはこの問題に果敢に挑んだ。海水中にごくわずかに溶存する黄金を科学的に抽出しようと試みたのだ。はなから無謀な試みだった。当時知られていた海水1トンあたりに含まれる金の溶存量はわずか5ミリグラムに過ぎなかった。だが彼は海水の量が無尽蔵に近いと考えるなら、それは決して少ない量ではなく、もしも抽出に成功したなら莫大な量の金を祖国にもたらすことができると考えたのだった。数年を費やした実験室での研究は一定の成果を上げ、彼の成果を踏まえて政府はついに軍艦メテオール号を出航させる。大西洋の精密な調査による科学王国の威信の回復というのが海洋調査船メテオール号の航海の目的として発表されたが、その裏では海水中の金の抽出実験が2年間にわたって極秘裏に進められたのだった。空気からパンと火薬を生み出したと称せられた彼は、海水から黄金を取り出した錬金術師としても称えられていたことだろう。もしも彼が拠り所とした前提値さえ正しかったらの話だが、最終的に実験公開は失敗に終わった。海水から抽出できた金はあまりにも少なく、とても採算に合わなかったのだ。前提とした金の溶存量が大幅に間違っていたせいだった。実際には前提とした値の1000分の1程度しか海水中には金が存在しないことが判明し、この計画は破棄された。結局彼の力は及ばず、長引く不況に絶望した国民はファシズムへと希望を託し、ナチスの政権奪取を支持したのだった。ハーバーが愛国者だったことは疑う余地もないことだった。そして常に揺るがぬ信念を持って行動したのだ。それが科学者として人間として道義的に正しいものであったかは意見の分かれるところだとしても、少なくとも彼が祖国のために最善を尽くしたことは否定できないだろう。彼はただ祖国を愛していたのだ。彼に否定的なものは狂信的なまでにと付け加えるだろうが、だが最終的に彼はその祖国に裏切られることになる。政権を奪取したナチスは直ちに人種差別的な政策を開始し、彼はあらゆる公的な役職を失って国を追われることとなったのだ。彼はユダヤ人だった。
ただそれだけの理由で国家は彼を否定したのだ。精神的に破滅した彼は間もなく異国の地で隔離した。辞職に関する手紙で彼はこう述べている。祖国ドイツに今日までの全生涯を捧げてきたと。その言葉はあまりにも重く胸に痛い。彼は報われぬ愛国者としてこの世を去ったのだった。以上がハーバーに関する話だ。この話から教訓めいたものを導き出すことはたやすいが、私にはそれをするつもりもそして権利もない。ただこの話を思い出すたび、私は幾度となく自身に問いかけたものだ。所詮一個人の振る舞いなど世界という大きな流れの中では何の意味もなさないのではないか。人の善意も悪意も希望も絶望も成功も失敗も栄光も汚辱も献身も裏切りも、我々を取り巻く世界は全てを容赦なく踏みにじり、その願いも怨嗟も届かぬ遥かな高みから気まぐれに勝手なラベルを張り替えていく。この悪意に満ちた世界という名の荒波にもてあそばれ、やがて深淵の無へと沈みゆくのが人の運命ではないのか。そう、人の行いの全てが等価で、それゆえに意味がなく無価値だとしたら、何もかも全てが無駄なのではないかと。